ここは満州。あの激しい戦争から何年、いや何十年経ったことだろうか。この満州の地に一人の老人がやってきた。秋の夕暮れ、離れて遠き満州、赤い夕暮れに照らされて、遠は野津の石の下、思えば悲しい昨日まで、真っ先駆けてどうしにし、敵を散々こなしたる、許しはここに眠れた。暖かいの最中に隣におった我が友、にわかに旗と青でしよう、我が家を持つかけるようにて、軍密厳しい中なれど、これがら見捨てておかびょうか、しっかりせよと抱き起こし、解放隊の玉折しも誇る闘魂に、友はよよ顔を上げて、お国のためだ構わずに、遅れてくれなと目に涙、後に心は残れとも、残しちゃならんこの体、それじゃ行くよと別れたが、長の別れとなったのか。戦いに住んで日が暮れて、探しに戻る心では、どうか生きていてくれと、物など家と寝坊がいる、虚しく冷えて魂は国へ帰った。ポケットに時計ばかりがこちこちと動いているのも情けない。ここは奥にも何百里、離れて遠き満州の、赤い夕暮れに照らされて、友の番の杖の石の下、悲しい。
一緒に帰る。